おはようございます速歌塾の久保です、えー、今日はですねいよいよ間もなくですけども静岡の方に向けて出発します静岡のアンジーさんよろしくお願いしますそして静岡の おオフ会にお集まりの皆様、本日はあ本当にね、楽しみにしてますね。で、えー、と1週間というか10日ですか、10日間にわたってオフ会っていうのが各県各地で行われるんですけども、最後はですね、えー、25日、京都になってます、まあ、京都の方はどこで何時ぐらいなのかなというところですけども、また幹事さんね、よろしくお願いします。えー、その途中ででもう各地で いろんなねお迎えをいただくんですけども非常に楽しみにしています皆さんあの怪我やね事故のないように、えー、集まっていただければと思います私も,も広島から向かいますんでね、えー、もうちょっと雨模様ですけども怪我のないように事故のないように、えー、気をつけていこうかなと思います、えーまあ、静岡までね6時間半というふうな目算なんですけどもまあそうは言ってもですね何が起こるか分かりませんので十分早めに出ていこうかと思います、まあ、万が一ですね まあ、ないと思うんですけども17時半ぐらいには到着しておこうかなと思うんですけども万が一遅れる場合は連絡しますので、えー、よろししくお願いしますそれではオフ会の話はこの辺にしてですね、まあ、最近の気になるニュースをお届けしましょうかまあ、リップルに関してなんですけどもリップルのやっぱり私は高材料だけではなくてアンチな材料とかもやっぱりあ、ね、さってるわけなんですよリップルの海外送金システムは未完成なんではないかなとあおはようございます綾さん 責任開発者がですね X、まあ、カレントテストの失敗を容認したというニュースです X カレントというリップルの仕組みがあるんですけどもこちらがです、ね、うまくいってないよということをやっぱり、えー、報告されているわけなんですけどもプライバシー要件を満たしていないということですよね、まあ、細かく言うとまたね難しい話なんで伝えにくいんですよねアみミカさんございます、まあ、ですの、ね、でリップルの中にも失敗したものがあるということと数十個の銀行が XRP を利用という CEO 発言とあい 判してるんじゃないかっていうことですね。そうですね。雨でちょっとね朝遅れから遅れるかもしれないですねうん。まあでも日本全国雨模様ですけども、おまあ、こんなこともあろうかとちょっと背面出ますんでね。 あとリップルの c d o が辞任したというニュースがありますね、リップルに関しましてもやっぱりこう逆風があるわけなんですよ、ですからあのアルトコインとか ICO 中のコインとか逆風はあるんですけども、結局は高材料がそれにねどのぐらい対抗しうるかです。ここで間違ってはいいけないのが まあ、特定の暗号通貨はです、ね、上場したらこんなにメリットがありますよということと今現在、この暗号通貨にはこんなもうですか、ね、欠損がありますよというのと単純比較はできないということなんですよ。よ ICU と上場したらとか こういうレバーとかねタラレバーで語られてるが多いことが多いんですけどもこれは全く無視して現状の暗号通貨の機能とか社会の受け入れ体制がプラスなのかマイナスなのかと比較していかなきゃならないんですよねまあ、ビジョン系って言いますけどね昔から、えー、セミナーに行ってすごく気持ちを盛り上げて最後にセールスみたいなそういったね、えー、まあ、そのビジョンを語って その商品の中身とかどうこうはもう完全にですね、ユーザーさんも忘れてしまうような、そんなセールスがありますけども、まあ i c o に関してはそういうところが多いのかなと思っております。皆さんもお持ちのね、えー、暗号通貨はどうでしょうか上場してどうにかなってますかねあんまりなってないんではないかなという気がします。で、上場直後に上がるような気がして買ってるんですけども、上場したらあんまり値段が上がらず、もしくは ICU 終わりして、これは長期で見るもんだよっていうふうに言われるんですけども、だったらそれはセールスの時に言っといてくれよって話ですね。えー 特定の暗号通貨 i c o をセールスの時にセールスの時に、これはすぐは上がらずに上場したらちょっと落ちるんだよと、でもそれからしばらくしてからこういうふうに上がっていくんだよというシナリオがあればいいんですけどね、ひどいので言ったら i c o 割れが激しすぎて、だったら i c o をね上場前に買った方が損じゃないかという話があります。上場場して市場で買った方が もう十分利益を取れるというねそういう皮肉な印象もありますね、まあ、いろいろと考えることありますけども続きは静岡そしてオフ会でお話ししようかと思いますそれでは失礼します